いや、言葉が出ないってこういうこと？ここはバンカラ地方の中心地、バンカラ街。ノスタルジックなその見た目とは裏腹に、ノスタルジックってどういう意味だろう。近年目覚ましい発展を遂げていると、トレンドに敏感なイカたちの間でも話題の街。そうなの？荒廃してるとこじゃないの？そうなの？皆様いかがお過ごしだろうか。夏だけど頑張って生きてます。遅れてしまったが、暑いです。我々は人の姿でインクを自在に打ちまくり、かわいい髪型。イカの姿でインクを自由に移動。やべえ、楽しみだ本当に。この不思議なイカたちに心を奪われ、日夜その生態について調べているイカ研究所の研究員だ。イカ研究員ナイス。今回はこのイカたちのかっこいい、かっこいい。これおさらいを交えながら、おさらいを交えながら了解しました。もちろんタコについての。お、タコもいるぞ、みんなタコもいる。かっけえ、なんだそのアクション、かっこいい。まずはこのぼりを取る。縄張りバトル。シャープマーカーだ。でかいよねステージが。なんか見た感じ広いんだよ。4人1組のチームに分かれ、3分間インクを塗り合う。チームの色、うまい、チャージャーうまい。エリア、そう、結構やってた人だな。次なんかハイプレみたいになったぞ。おお、ほほほ。インクはただ塗る。あー、弓すげえ、マジで欲しい。弓、弓くれ俺に。こっそり相手に近づいて倒したり。ああ、潜伏ね。塗り広げることで。これ面白いですよね、この潜伏。やっぱスプラトゥーンといえば、かわいいインク出てない。これ1分間打たないと、あの回線落ちるんです。さらには壁を勢いよく、これすごいな。イカ登り、インクから回転しながら、いいな、その動きした。うまい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 。これチャージャー大変じゃない？この光っている間はすごい。え、アーマーつくの？イカロール強。イカロール強くない？バトルの場所も様々。髪型可愛いんだよ、だから。すでに確認されているバンカラ地方のステージとして、湯の花大渓谷、ゴンズイ地。すごい、名前覚えられねえ。全然覚えられねえ。いっぱいあるね。他にも新たなステージが。おお、やばい。ヤガラ市場。色とりどりの屋台が立ち並ぶ巨大な市場だ。すごい、こんな都会にこういうのあるんだ。ハイカラ地方のステージもいくつか登場する。おお、立ち湯とか。あ、金目鯛か、ハイカラか。美術館の中庭がバトルの舞台となっている。すげー、何この、その素材みたいな、何回る壁が特徴的。やったー、マサバ海峡とかあるのかな。あ、あった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 、嬉しい。そこそこ好きでした。あれ橋なくね。あれあれ網なくね。あれあ、マキオリゾート。やった。ここ海鮮落ちる人結構多かったよ。なんだね、水に落ちる人も多かった。インクを塗れる場所も懐かしい。面白いです、面白い。さらにご覧のステージを含めた、おい、スメシーワールド、なんかおかしくなってる。いっぱいある。発売後もアップデートでステージが楽しみだ。ステージ楽しみだ。やったー。さて、ここ武器も新しい武器とかいっぱいありますよね。まず過去に登場したメインウェポンの基本形となる武器は全て使用できるよ。やったわ、いっぱい全部あるみたいです。それらに加え、これ弓のような形の武器、ストリンガー、これ使えたい。ストリンガー、バンカラ地方ならではの武器も登場。スプラアローとかじゃないんだね、名前。そしてなにこれ、ワイパー、ワイパー、ワイパーだと。ワイパー使おう。これはドライブワイパー。かっこいい、剣みたい。武器を振った遠心力でインク。あ、でも意外、すごい、ワイパー、ワイパー。俺ワイパー使いたい。かっこいい。剣やん。日本刀みたいな使い方やん。すごいすごいすごい。パブロ使う人いなくなるって。
おお、かっけえ、ワイパー。続いて、ピンチの新しい武器ですね。新しいスペシャルも。すごー。ちょっと早くやりたいんですけど。スペシャルウェポンは、インクを塗ることで、ストリンガー。名前覚えた、ストリンガー。満タンになると発動できるスペシャルなウェポンだ。え、このファンネルみたいなのすごくない？わ、すげえ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 。かっこいい。これはエナジースタンド。これ何これ？発動すると冷蔵庫が冷蔵庫だと？中にはドリンクが入ってあり、一定時間動きが素早くなるなど。カービィみたい。かわいい。冷蔵庫？マーケットってことか。あ、かわいい。かわ。ドリンクいいやん。ホップソナ何？地面に突き刺すことで周囲にウェーブを発生。ウェーブ？おお、すごい。すごい、魚群探知機みたい。ダメージ？何これ、面白い。絶対遊べんじゃんこれ。これ絶対遊びあるじゃん、そういう遊び。サメちゃん！力をため一気に突進し、え、これめっちゃかっこいいや、バナナボートみたいな。周囲にダメージを、かっこいい、顔欲しい。サメちゃんいい。なんでマレミサここにあるんだろうね。ジェットパックもある。うん、珍しい。ボムピッチャーないのか。ウルトラハンコあるんだ。あ、ナイスと守る。以前からあるスペシャルも一部登場。ワイパー、トーピードとウルトラハンコってめっちゃ近距離や。え、すごい。トルネードあったし。カニタンクも気になりますね。いや、ちょっと楽しみだね、これね。さて、そんな生かした武器のお買い求めはこちら。うん、ここはカブトガニの武吉が店長を務めるカンブリアームズ。武吉またいるやん。武器の豊富な知識と確かな目利きで評判の。でもうるさいとも評判だよね。武器の購入はお金ではなく、この武吉ライセンスが必要となる。お金の概念なくなる？いや、ある。武器を上げたり、同じ武器を使い込むことで入手可能。ええー、そうなの？いっぱいやらなきゃだ。武器ライセンスで自分のランクに見合った武器一つと交換することができる。頑張ってライセンス集めよう。そうそう、ここだけの話、うん、武器地ライセンスを通常より多く支払うと、うんうん、特別に好きな武器を先行して譲ってくれる。そうなの？そうなの？使いたい武器、ちょっとフライングできるやん。街行くイカや。いや、でも一個ずつ行きたいな。ファッションについてもかなりのこだわりがあると見て取れる。全部欲しいもん。頭、服、靴、めっちゃやりたい。といったギアは武器と同様、この町で生かすために重要なようだ。ギアはこの辺りのショップで買うことができる。どのお店も個性的な店主が切り盛りしているらしいので、少し覗いてみよう。ここは頭屋ゴールデンレシア。帽子やマスク、メガネなど頭につけるギアを中心に取り扱う店だ。少し気だるい雰囲気の大村と、こちらに座っているタニシ店長が店番だ。かわいい、タニシ店長。そして服屋ワンスアポン。おい、ワンスアポンってディズニーランドみたいや。トップスを中心に取り扱う店。ワンスアポアタイムみたいなのあったよね、ディズニーランド。ピカイチ。ちょっとクラゲの鼻が長いのか。こだわりを持って店主を務めている。最後に靴やココナッツクラブ、うん、スニーカーからサンダル、革靴まで取り扱う靴の店だ。うーん、見た目はでかいが多分てかでかヤシガニじゃん。なんかマッチョやな、ムキムキやん。俺もいつかこうなるんやろうな。これらのギアはムキムキな。見た目で選んでもいいのだが、ギアにはこのギアパワーがついており、うん、バトルで様々な効果を発揮する。クレちゃん来ました。例えば走る速度が速くなる人移動速度アップ。クレちゃん、なんで来たの？イカのぼりの性能を強化するアクション強化など、効果様々。痛い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 、本当に痛い。さらにバンカラ街にはギアパワーを別のギアパワーに付け替えてくれる人物がいるようだ。この子ダウニーかっこいい。このスパイキーに頼めば、スパイキー、お気に入りのギアに好きなギアパワーを、スパイキーできる。
キー？どの世界線のスパイキー？こうやってね。ギアのコーディネートはマイコーデに登録しておくことで瞬時に着替えることができる。あ、これいいなめっちゃ。TPO に応じたコーディネート。あ、いいっすね。見てはいかがだろうか。スパイキーマジでビビった今。スパイキー？あんなかっこよくなっちゃって垢抜けだね。さてここは生かしたバトルを望む者たちが集まるロビーだ。ここでは縄張りバトルはもちろん、あ、てかごめんなさい、画面がバンカラマッチに参加できる。中央のエリアを奪い合うガチエリア、うん、ヤグラをゴールまで進めるガチヤグラ、お、ヤグラもあって矛をゴールまで運ぶ、いいねいいねいいね、ガチ矛バトル。アサリを集め、お、アサリあるじゃん、アサリもあるんや、ちゃんとあるよ。これら4つのルールが入れ替わりで開催されている、うん、新しいのは1人で挑戦したい場合はバンカラマッチチャレンジ、フレンドと一緒に参加したい場合はバンカラマッチオープンに参加するのがいいだろう。友達とできるのすげえ。他にもルールなどを自由に設定できるプライベートマッチ、なんか新しいプラベのやり方、フレンドと好きなルールで思う、これめっちゃやり、それぞれのゲームモードについての詳細はこのダイレクトの放送後公式サイトに掲載する予定なのでそちらをご確認いただきたい、はい、ここからはロビー内の機能について紹介しよう。ここは試射場、試射場、武器の試し撃ちを行う場所だ。これめっちゃやりたい。好きな時に練習できる。ストリンガーかっこよすぎる。バトルで対戦相手が揃うまで、やばい、楽しい。え、待ち時間できんの？アップすることもできる。マッチメイク中できるようになってるのよくね。次に分身。分身。オンライン状態のフレンドが立体映像の分身として現れる。どこ？バトル中のフレンドに乱入して一緒に。ああ、そんなことできるようになった？合流して同じチームでバトルを開始。え、すごい、そ、え、すごい。一緒に遊んでいる仲間の様子がリアルタイムで表示される。え、すごい、すごい、すごい。またロビーに。何こんなかっこよくなっちゃってんの、スプラトゥーン。バトルに誘うこともできるようなので活用していただきたい。友達とやるのがめちゃくちゃ楽になりましたね。楽しいし。メモリープレイヤー。なんと最近のバトルをある程度再現できる。ある程度再現。早送り。見たい場所にリプレイってことか。リプレイだ。なんと他のプレイヤーの視点に切り替える。すごい、これ上手くなれるね。頑張れみんな。何度でもバトルを見返せる上、他の人と共有する機能もあるので、すごい、めっちゃやりてえ。ぜひ腕前アップにやってみていただきたい。普通にやりたい。普通に楽しいじゃん。おい、スプラトゥーンめっちゃやりたいよ。ロビーのこちらのスペースにあるロッカールームを紹介しよう。新しいあれか、ストリームモードか。ここには自分や違う最近遊んだプレイヤーたちの生かしたロッカーが、なんかおしゃれスコップ、おしゃれ。このように持っている武器やギアグッズを好きなように置いたり、ステッカーを貼ったり、すげえおしゃれだな。ロッカーの色を変えたりと自由にカスタマイズできる。マイロッカーを自分で、マイロッカーってさ海外よくあるじゃないですか、アメリカとかの映画とかで。ちょっとこの雑貨はちょっと憧れるじゃないですか。それができるのいいですね。リュウグウ城でお買い求めいただける。店長がちょくちょくいなくなるらしく、常連客だったアーティストパルコが代わりに店番をすることになったらしい。かわいいパルコ。何この新キャラ。なかなかマニアックな品を揃えているのでご贔屓にしていただきたい。なんか新しい可愛いキャラクターいる、パルコね。他にもカスタマイズ機能が充実しているようだ。バトル開始時に表示されるこれいいよな、ネームプレート。自分好みにプレート、バッジ、二つ名をカスタマイズすることができる。いいな。さらにバトルに勝った時のエモートを変更することもできるようだ。今16分だって。これらは雑貨屋で配布されるカタログで入手可能だ。バトルでポイントを貯めれば
ネームプレートや季節のギアなど様々なアイテムをもらうことができる。カタログはスプラトゥーン3のサービス開始後から2年間3ヶ月に1回のペースで配信を予定しているので、ほう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 、ぜひコンプリートぜひともやらさせていただきたいと思います。任天堂様、もうこれはいいな。まだまだ紹介したいことはたくさんあるのだが、少し休憩をさせていただくとしよう。その間一旦こちらの CM をご覧にいただきたい。 CM ね。陣取り対戦、縄バトル。何これ、カードを出してテトリスじゃん。1対1の縄張りバトル。何これ、カードによって濡れる形。カードゲームになったの、スプラトゥーン。えパワーを貯めて一気に逆転スペシャル。ちょっと待って、いつの間にスプラトゥーンがカードゲームになってんだ。こんなカードまで。しかもサメライド3のやつじゃん。150枚以上、自分だけのデッキを組んで。えライバルをノックアウト。なんか難しいな。なんかバンカラ街の住人があなたの挑戦を。え、これ持って、これゲーム内にあるやつ。陣取り対戦縄バトル。違う、スターターデッキ漏れなくプレゼント中。これスプラトゥーン3の中であんじゃね。縄張りバトルが一つの対戦カードゲーム、陣取り対戦縄バトラーとして登場。バンカラ街のこちらだよね。そうだよね。バトラー道場で遊ぶことができる。買うのかと思った。普通にこちらも詳細はコンビニで、すぐそこのコンビニだから買うのかと思ったんだけど、買いに行こうかなって思ったんだけど、やっぱそうなんだ。あーシャケ、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 シャケ。待って、4人で協力し、迫り来る鮭からイクラを集めるだけの簡単なお仕事。ちょっとポップになってる。怪しいが稼げると噂を。稼げるのかな、本当に。サーモンの。鮭の中でもより凶暴な大物鮭を倒すことで、貴重な金イクラをゲットすることができる。投げれるよな。この金イクラをたくさん投げて、鮭のやつ、サメちゃん使えるな。人の目的だ。てか投げんのいいな。すごい。今回は大物鮭について新種が確認されたのでご覧いただきたい。全然コマーシャルじゃないです、これ普通に面白いです。まずは大事です。鍋豚バリアを放出し、地上にいる鮭たちを護衛するような。ガードってことか。足元に近づくと踏みつぶそうとしてくるので注意が必要。なかなか危ない、なかなか危ないな今のな。ドッスンだ、ドッスン。マリオで言うドッスン。誰だお前は。鉄球、鉄球、遠くから重たい砲弾を。鉄球かわいい、なんかふてぶてしい。これ何、新たな大物鮭。鍋豚は降りてきたとき、あーでも上に登れる。すごい。すげえ。いや鮭も面白くなってるの、いいな、早くやりて。すげえドキドキしてきた今。スプラ3出るのかって9月に。おなんか使徒みたいなやつ出てきた。でかっ。でかでかっ。横綱でかバイトの終了間際に。マジ？たまに？たまになんだ。背中のタンクが特別に支給された。頑張れ。イクラキャノンになっており、頑張れみんな。金イクラを打ち込んで大ダメージを。今度イクラが武器になるんだ。ただし、戦いには制限時間があるらしい。本当だ。少しでも多くダメージを与えて倒せたいな、倒したい。頑張れ。レイド戦みたいな感じか。スメシワルドじゃん。現在調査中のビッグランダ。スメシワルドよ、ここ。イカたちの住む町にシャケが落ちてる。だよね、そうだよね。侵入されてんじゃん。数ヶ月に一度発生する。数ヶ月に一度。で、すごい、すごい。ビッグラン。ビッグラン、ビッグランね。ビッグランオッケー。次はあ、ヒーローモードだ。こちらバンカラ街の広場にあるこのマンホール。あ、じいちゃん。実はここイカたちの宿敵オクタリアンの住処への入り口だ。これな、あなたはモジャオさんがいるとこだよな。ゾンビ部隊の新メンバー3号として、なぜか毛に覆われてしまったタコ軍団へと立ち向かうことになる。
様々なギミックが待ち受けるステージ。普通にね、ヒーローモードもやりたいんですよね。楽しいんですよね。ちなみにこのヒーローモード、頑張れ、バトルや武器の基本を学ぶのにうってつけなので、慣れていない方こそぜひ遊んでみてほしい。そうだよね、これオフラインでもできるんだよ。我々は初心者さん、これから買う初心者さん、オンラインじゃなくてオフラインでもできます。 CPU としてその目で見届けていただきたい。ストーリーみたいな、こしゃけ使えるの仲良くできるのいいですね。さてバンカラ街に戻ってきたが、ここからはスプラトゥーン3をより一層楽しめる機能をご紹介したい。なんだこれは。あーポストね、はい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 。投稿されたイラストは街やステージの至るところに展示される。気軽に投稿していただきたい。ちなみに縦書きにも対応している。うまいうまい、セバスチャンみたいな。他にもバトルに役立つ食事が取れる売店や、ローカル通信で近くにいる人と好きなルールで遊べるイカッチャ。イカッチャ撮影モードを使えば健在ですね。自撮りをしたり、自撮り撮った写真はスマートフォンに送って今だ SNS に投稿した。うわすげえ今時。マイロッカーに飾ることもできる。こちらは散歩案内所。なんか変な人いる。いつでも好きなステージを選ぶ。あ、いつでもできるの、すごい、これ嬉しい。バトルの前の予習に役立つ。いいとてもいい。待ってめっちゃいいじゃん、スプラ3めっちゃいいじゃないですか。これは出た、イカリングだ。お持ちのスマートフォンで利用することができる。ゲストタウン。最近のバトルの戦績を確認したり、見覚えがある。普段お店には並ばない特別なギアを注文できるゲソタウンといった機能に加え、バトルで塗った面積に応じてもらえる塗りポイントを使ってロブの旅を応援できるロブイチ。ロブイチ、自分の腕前の履歴を詳細に確認できるヒストリーといったコンテンツにもアクセスできる。スマートフォン用の特別な壁紙などももらえるので、ぜひゲットしていただきたい。ちなみにイカリング3はこのライブ40万人のアプリから利用できるようになるぞ。見逃した方はよかったですね、ウナチャンネルで見れて。お次は40万人アミーボ、多いな。バンカラ街のこちらでスプラトゥーンシリーズのアミーボを登録しておくと、お気に入りのギアのコーディネートやマイコーデを覚えておいて素早く着替えることができる。さらに特別なギアを入手したり、一緒に写真を撮る方も。そしてスプラトゥーン3のアミーボが登場。発売はこの冬を予定している。ちゃん、みんなドラちゃん来た、見ている、一緒に見ている。ここからは発売後のアップデートについてお知らせした。発売後のアップデート、先ほどもお伝えした通り、発売後2年間は痛い痛い痛い、新しいキャタログが配信される。プラちゃんに痛は興味ない。同時期に新しい武器の追加も予定されている。そしてローラーとスプラチャージャーだ。非常に高い腕前に到達すると参加できるX マッチ。これ何、これ X マッチ。2時間ごとにグループ同士がバンカラマッチの戦績を競うリーグマッチ。すげえやりてえ、アップデートで X マッチやりてえな、みんな上手いんだよな。さらに今作では大型の有料追加コンテンツの配信を予定している。え、新しいあれじゃん、詳しく。え、新しいアイドルや、今のイカジのアイドルや、今の絶対な。何カラーズだ。何カラーズなんだろう、何クルーズなんだろう。ガチャオコめっちゃ楽しそう。